お送りしております日本放送飯田康二の OK 康二アップこの後8時まで生放送です今朝のコメンテータージャーナリスト長谷川幸宏さんです長谷川さんおはようございますおはようございますよろしくお願いしますこの後じっくりと解説をいただきます <music> 2月25日火曜日時刻は7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です今日の天気は晴れのち雨、えー、お帰り遅くなる方を中心に、えー 傘は持ってった方がいいかもしれませんね。さあ、あ今日もお送りしております。日本放送、飯田工事の OK、工事アップ。あなたと一緒にニュースを考えていきます。次第はコメンテーターの方々とニュースを振り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、長谷川幸宏さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。長谷川さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。 中国の全人代延期を正式決定新型コロナウイルスの感染拡大を受けて中国で3月5日に開幕が予定されていた全人代全国人民代表大会が延期されるということになりました開幕日を改めて決めるということですけれどもまだ明日の日付も決まっていないということですが まあこれ、全、え、人、ー、代終わりで外遊スタートってことが多いので、うん、そうすると、いろいろ影響出てくるんじゃないか、うんうね、ってことですね。日本もあの4月に国賓で、はいえー、お招きするという段取りになってますけど、全人代でさえできないのに、うん、最高首脳が、はい、あの日本に来てる場合かと、はい、そもそも、うん、習近平国家主席は今回の,この新型コロナウイルスの問題、はい 人民戦争って言ってるんですよね。そうですね、うん。共産党らしいと思うけど、人民戦争の真っ最中に最高司令官が国を離れていいのかと、えー。確かにそうですね。いうことがあるんじゃないですか。まあ、適前逃亡じゃないかな。いや、それで、えっ、ー、と、今週は28区の両日に、楊決ケチ、中国共産党政治局員、はいまあ、これ外交のトップですけど、えー、この方は日本に来て、この法律問題を最終調整するっていう段取りですが、はい さて、うんうん、どうするんですかね、私は日本も中国もこれほど感染が広がっている以上、中国があの延期しますって言うんだったら、もちろん受け入れればいいし、はい、言わないんだったら、日本の方からですね、こういうお互い大変な時期だから、はい、まあ今回ご,ご招待申し上げたんだけれども、 おこの際、延期していただきたいと。というふうに言ってもですね、はい、私全然比例には当たらないと思いますよ。そこのところを考えてたわけですよ。つまり言,って言,い言い出したのはこっち側、もちろん求めたのはあっち側なんだけど、本当は。えーえー、本当は。ただ、はい、プロトコル上言い出したのは日本側ということになってるから、はい ああ今から取り消したら、ヒレじゃないかっていう。うん、まあ、こういう話ありましたけど。読んどいて取り消すのかみたいな話もね、出てくるけども。けども、うん、まあでも新型肺炎がこれだけね、両国で大問題になってる中でですね、はい、最高首脳が来て、えーえー、まあ、それなりに話はあるかもしれないけど、うん、お宮中でですよ、えー、乾杯のグラスを、はい、おあ開けると。えー ちょっといかにもね,ね、えー、国民普通から見たらですよ、うん、あの、こう、違和感がか拭えないですよねで。国民が違和感を拭えないっていうことは、はい、それはそ,そもそもこんなタイミングで国賓として、うんえー、歓迎して首脳会談を開くっていうこと自体が、はい、そもそも意味があるのかないのかっていう。はい、むしろ、うんそ、これはちょっと、 まあ非常識とまでは言わないまでも、うん、適切ではないんじゃないかっていう話になって、ええ、首脳会会談を開くこと自体の目的も失われていくということなんで、結局、話は巡り巡って元に戻って、ですね、はい、まあ両国の国民があの、まあ、望ましいよねっていう、タイミングはいいよねっていう時まで。はい まあ延期すると。うん、まあそもそも国賓で招くこと自体がどうなんだっていう議論だってもちろんあるし。まあそうですね。ねうん、あのー、ましてや、今回のような非常事態となったら、はい、まあ私は日本側からこの際、うんえー、延期をお願いしたいというべきだと私は思いますけどね。はい、まあもっと言えばですよ。はい 私はもしかしたらこれ習近平体制のね、足元を揺らがしてて、もう揺るがしておりますが、政権自体がどうなるかわからないっていうこともあるし、まあそうだとしたら、とりあえず延期して、中国の様子をもう一遍観察する、すべきだっていうぐらいなところまで、まあ私は踏み込んでもいいかなと。 まあ、あの、海外のメディアをいろいろ書いていて、今日読売新聞も書いてましたけども、はいはい、そもそも習近平国家主席は相当これを甘く見ているようなところがあって、うん、1>, 1月7日の時点でいろいろこう報告が上がったけれども、うん、トロに足らんということで、うん、えぇ、ー、春節の前後でカンボジア外遊をしたりとか、外に出てしまったと。で、うん、その間に蔓延がどんどん広がったっていう話があります、ねうんうん。それは後になって、いやいや、俺は1月7日に重要指示をしていたんだと,とここ今更、今更さ,さ、自分の失敗をことさ、 するような発言までしてるわけでしょう、ええうんうん。まあこ,この際ですね。まあ、私、政府の立場とは離れてみても、はい、衆議院、米体制の足元が揺らいでいるのはもう確実なので、うん、まあここは一旦チャラにするっていうことが外交的にも正しいと思います。うん、えー、この新型肺炎については、後ほどお,おはよう。ニュースネットワークのゾンーンでもまたお送りいたします。続いて c の日本放送ニュースです。<music> おはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの長谷川幸宏さん取り上げるニュースはこちらです 新型コロナウイルスについて、政府の感染が日本国内で広がっている問題で政府の専門家会議が昨日、今後1、2週間が急速な拡大に進むか収束できるかの瀬戸際だとして感染拡大を防ぐ取り組みへの協力を呼びかけました。 多くの人と近い距離で対面する場所を限り、可能な限り避けると人混みに行かないということだとか、風邪などの軽い症状の方は自宅で療養して、お医者さんに出てくるなと。 まあね、ね全くね、この専門家会議、こんな、今後一、週間が瀬戸際なんて言われたってさ、はいはい、そんなことは分かってるよと、<laughs> まあ言いたいし、えー、それから人混み避けろ、そんなことも分かってるよと。<laughs> これはね、この政府のね、体制自体がまだ全くダメだなと私思いますね。はいえー、だってさ、一番、あの、今、あの普通の人が心配なのは、はい、熱が出てた時どうすんのっていう話なんだけど、こ相変わらずその、 37.5度以上ある人が、それが4日続く場合、はい、えに電話しろって言うんでしょ、えー、まあ電話がつながるかどうかだって危ういし、うん、普通の人は近くのクリニックに行くでしょう、まあ、ところがクリニック行って、ですよ、はい、心配だから検査してくれって言ったって、今の体制じゃ受け付けないと、うん、保健所の許可がないと受け付けないという、こういう体制ですよね、はい、まあだからそんなんじゃなくて、うん、クリニックが検査してくれって言ったら、検査できるようにまあする。それから できれば保険収載もして健康保険が利き下りするということはもうずっと言われてる話じゃないですか、はい、それがね専門家会議からそんな話が全く出てこない12週間が瀬戸際だなんて口は悪いけど寝ぼ,寝ぼけたことを言っていると <laughs> まあこれはね、ま、政府が悪いねつまりこの何か問題が起きた時に、はい、専門家会議なるものを招集して、えー それでこの政府のやることにお墨付きを得るっていうのが普通の体制なんだけど、平時の体制をそのままやってるわけですよ、うん、で本当に必要こうやってほしいなと、専門家に声を上げてもらいたいなと、普通の国民が思ってることが全然出てこない、はい、もっと言えばこの会議のペーパーは、これ、役人書いたんじゃないんですか。うんうん 普通は大体そうですよ、大体あの私、コラムでも書きましたけども、はい、この専門家会議のこの。 座長を始はじ、い、め、まあ、専門家になる人たちは、ええ、この感染症研究所、国立感染症研究所、はい、これだって厚労省の外国団体だもんねんで、予算も何も全部抑えられてるわけでしょ、はい、そういう人が政府が承認しないことをペーパーに書き下ろすなんてことは普通できないんですよ、むしろ役員側、ペーパーが下書きして、はい、それを専門家会議でこれであの決,裁して決裁というか、あの発表してくださいねっていう段取りを作って、 はい、まあそれで言うという話、うん、今回のこのペーパーというか、この見解は全くそれですよね、<ー>見るところ。 ああ現状の仕組みの中でできることはなんですかそうそうっていうところであまあまあまあそういうことですよそれでその保険収差の話とか、うん、そういうふうに予算措置が伴うような話は全く出てこないとまあそれで要するに人混み下げろみたいなどうでもいいようなことを言ってるとそんなことは言われなくても分かってるとと言いたいですねまあね、うん、日本でもすでに今人から人への感染が広がりつつあるということもありますけど一方でその国外からもどうなんでしょうねあのどんどんとその感染が謳われる 入ってきてるじゃないかっていう意見はずっとあるじゃないですか。ああまあね、今回の対応を見てるとね、もう全部失敗続きですね。はい、最初の、一番最初のその政令でやったところ。はい、例えば。 あ中国からの,、はい、の入国制限をどうするのか。うん、まあこれも問題の湖北省だけに当初絞ったこととか。はいええ、まあそれから私が一番決定的だったなと思うのは、クルーズ船の乗客の下船を認めちゃって、まあ、下船したのはいいけれど、その2週間の隔離。各国は全部やってるのに、はい、日本は公共交通機関で帰宅を認めた。うんはい そんなことしたら広がるに決まってんじゃないですか。で、現実にもう広がりましたよね。下船した人の中から、やっぱり後で陽性と分かって人が出ていると。下船するときは陰性だったけれども、後から陽性というのが。まあ、などなど、今回の一年の対応を見てると、全くね、これ平時体制というか厚労省の対応が全くおかしい。政治主導。はい。 こういう時こそ政治家が大胆な判断をすべきだと思うんだけど、うん、そこのところが全く見えてこない。うん、ちょっとね、これ全部入れない、体制を。 改めるる必要があると思います、ねえー、これ、あのー、その湖北省を指定するときも、うんそのに、出入国管理をやる法務省は大反対をしたらしくて、<ー>その<ー>出入国管理法の、えー、確か4条<ー>5条14号ですね、5条14号、うん、まあこれ、あのー、基本的にはテロリストなどが入ってくる、うん、ということを想定して、その時に法務大臣の権限で止めるっていう条文を適用したんですが、こんな、ね 適用できませんよってものすごく反対したの、うんまあ、だから役人に任してれば、そういう話になっちゃうんだけど、<で>その省の常識で全部判断するわけですよねそうそうだから、それが法務省に限らず、はい、まあ厚労省もまあ平時の体制のまま、大体、えー、厚労省の職員が何人も感染してるのに、はいそ,ね、それをまた省に戻って勤務させていたわけでしょ、はい、ついこの間までまああの船の中で勤務してた人たちは、検査をせずに復帰をしてたっていう話が出アに報じ られて慌てて検査するっていうふうなことになった、まあね、普通に考えてもおかしいっていうことが、平気で今のこの役所の体制のままで行われてる、結局、船の中は隔離がちゃんとできてたんだっていう、増入ができてたんだっていう建前があるから、そうすると、じゃあ、出てきた事務官たちはグリーンゾーンにいたんだから、検査する必要がないっていうロジックになってしまうんですよね、これ、検査をする理由がないっていう。 いやもうすでに内閣府市率下がっているようですけれども、ねはい、これはね、政権に直撃しますね、うん、このままの体制でやっていたら。う せこういう時っていうのはやっぱりその枠組みの中でしかまあ官僚はどうしたってできないと。うん、れこれを打ち破るのはやっぱり政治の責任うそうそうそう。今これはもう明らかに非常時ですよ。はい、そこら辺のに認識がまず足りないし、うん、それに基づく体制づくりもできていない。うんま、厚労省に丸投げ。専門家会議のペーパー見るとこれ内閣官房に作ってるようですけれど、えー、内閣官房っていうことはすなわち官房長官のところですね。はい、まあだからちょっとそういう 体制も含めて、うん、この政治判断、大胆な政治判断ができるような、はい、ちょっと構えを改める必要があると、私は思いますそしてもう一つのニュースですが、はい、海外から入ってきたニュースで、マレーシアのマハティール首相、辞表提出ということで。 ええーうん、マハティール首相が率いるマレーシア統一プリブミ党という政党は与党連合から離脱をしたと。うん、まあ与党内でかなりこれ揉めていると、後継者争いなどで揉めているということですか、うんうん。まあマハティールさんといえば何と言ったって年齢 ?94 歳はい。もう世界最高齢ええー、まあそれで、あの、後継にするはず、 まあ一旦約束したんでしょう、はい、アンワルさんと方と約束していたのに、はい、そのい一体じゃあ、どこで前場するんだと。うん はい。そこのところは明らかでなく、結局、まあ今回辞表提出するって言ったって、実は、はいあ。まあここは相変わらず暫定首相やれっていうふうに指示しているようですし、マハティール首相、ね、は結局辞めるみと、うん、み、あの、なんていうのお、つもりはないんだろうと。まあ暫定首相でいると、うんうん、権限としては同じものと、うん、いうふうに、まあ言われてますよね。うん、まあちょっとここはだ、ちょっと混乱続く。ただ、まあ、マレーシアってね、ルクイストで、はい。あの、マハティール首相は、え,ええ、 で非常に親日的でもあるし、ええはい、日本企業も確か1300社ぐらい進出してると思いますよ。うんはい、それからマレー語だけでなく、英語も通じる、うん、っていうところですから、まあ、日本にとってもここの混乱はどうなんだろうと、ちょっと気になるところですね。前任のナジブ首相は、かなり中国に寄っていたんだけれども、<laughs> はい、それをだいぶこうマ、マハティール首相が、だから反中というわけではないんですが、でうん、まあ一帯一路一応評価してるから。はい まあでも、日本と中国の間で、はい、まあ真ん中を取っていこうという意味でそういう意味では日本にとってもまあ貴重な、ええ、あ首相と国ではあるのでここのところはどうなるのか、まあ、でも、なんと言ったって94ということを考えると、はい、それは早々は期待できないよね。 と思います。うん。まあ、アセアンの中でも、こう、マレーシア、まあ、国の規模としても、あるいは発言力。っていうのも、まあ、ある程度あるということも考えると、まあ、全体がこう中国によって。まあ、どう、あらた、うん、そうそう、あの、ちょっと日本側で、まあ、引っ張れる。そういう役回り。のところもあるなと。うん。ただ、マレーシアもね、その新型肺炎、流行ってますからね。そうですね。だから、ちょっとこんな。 政治の混乱をしている場合じゃないと。 思いますけどうんまあこれね東南アジア全体に、まあ、シンールなど、はいはい、でもかなり対応に苦慮しているというところもありますんで、うんうん、この辺もちょっとね,ね、えー、注目をしていきたいというところです、はいえー、この時間ジャーナリスト長谷川幸宏さんとお送りしてまいりました、えー、日本放送でおの方この後も長谷川さんにお付き合いをいただきます、えー、以上全国のラジオ局21局を結んでお届けしましたおはようニュースネットワークでした 伊達康治の OK コージアップ。教えてニュースキーワード。七時二十六分です。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸之さんです。引き続きよろしくお願いします。はいお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。イラン議会選挙。今月二十一日に投票が行われたイラン議会選挙は二十三日。 開票作業が終わり、最高指導者ハメネイ氏に近い保守強硬派が全議席の7割以上を獲得し圧勝しました。 イラン内務省の発表によりますと、保守強硬派が290ある議席のうち210議席以上を獲得したのに対し、えー、ローハニ大統領を支持する改革派や穏健派はおよそ20議席にとどまったということです。まあ、ローハニさん厳しくなるぞ、みたいなことが言われています。これはね、やっぱりアメリカの例のソレマニ司令官はい、えー。革命防衛隊の、ええええ、司令官の殺害。<laughs> あれが響いてるように思いますね。それで逆に強報公派が勢いを増した、はい、あその結果、全、えー、議席の7割以上を、うん、まあ強報公派取ったってことですから、290、はい、中の210ということですから、はいうん、まあそういうふうに動きが逆に、あの、保守バネが効いたっていう感じですね。 まあ、あの、アメリカがね、イランの核好位から離脱して久しいですけれども、まあそう、制裁なかなか解除されないじゃないかとか、まあ国内でいろいろ。まあこれで、ててね、次の国会、まあそれから、はい、 このハメネン氏の政治路線というのは、はい、まあこれで反米一色になるだろうと見られるのは、まあそうですよね。うんうん、ただ、あと投票率、はい、これがだいぶ今回は低くて、<っ>全国の投票率42.57ということは79年のイスラム革命、えー え、以来,以来、最、は、低、い。ということですね。はい、これまで大体6、2016年で62%。はい、2012年で66%ー、まあ。ということですから、まあ42ってことはかなり、はい、まあ、えー、国民が投票所に行かなかった。えー、まあその、そのことについて、はい、まあ、ハメネイ師が言ってるのは何かって言えば、<laughs> イランの敵、まあこれはアメリカのことでしょう。えー、アメリカが、新型コロナウイルスに関するネガティブな宣伝工作を仕掛けたことが、投票 効率の低さにつながった。まあつまり人が集まるような投票場には行かないようにっていうか、まあ行ったら危ないと。はい、まあイランもね、感染者出てるんですよね。そうですね。えー、死者も出てるんですね。はい。イラン死者12人。12人。はい、えー。ということは。 あまあ、感染者で言ったら、おそらく数百人、もっとか。そうですね、発表した数字だと47人感染、12人死亡あこれはまあ47人だけしかまだ確定,か<や>確定診断が出てないという話で、でねね、まあ12人死んでるってことは、1000人規模。あ そうですね。まあ、そ平均取ってって考えるとそういうことになりますかね。うん、ね。はい。まあ、だから、まあ、そんな状況ですから、えー、イランにとってだって、や,やはり、ね、当面はこの新型ウイルス感染、うどうするんだっていうことが、はい、まあ、当面の、あの、重要課題。えー、というわけで、えー、まあ、アメリカと、例えば、 革命防衛隊が何かするとか、はいうん、まあそんなことをやってる場合ではないとは思いますけどね。ただまあ心配ですね。えー、まあそれから日本だって、あの船が船、船と飛行機が、ねはい、今出てますからね。そうですね。地下の近くに、ホルムズ海峡の近くに、近くに、近くに <laughs> <laughs> 調査、研究で、えー。ということですね。うーんまあ、あのー ね、結構、国際機関がこう危惧しているのは中国もある程度は都市部は医療機関がしっかりしているところ、うんまあ、あと、先進国日本だとか、えー、まあイタリアだとかも、えー、シンガポールだとかもそうだけども、えー、この新興国で爆発的な広がりを見せた時というのは日本だってその検査キットがまだ不十分な状態なんですから、はいまあ、ましてや、まあ、イランのような国でどこまでその対応ができているのか。はい ああまあそのあたりはまあ押して知るべしっていうふうにまあ思いますけどねまあそして中東で様々な国に影響力を行使してるというこのイランが、えー ウイルスが出てくるってことになって、うん、いろんなところにこう、取り、うん、捨てるなんて話が出てきますね。まあだから、当面は、まあ今のような状況の中では、はい、あーホルムズ海峡がさらに緊張するってことはちょっと考えにくいけども、まあ、それどこじゃない、まあ。それどころじゃないっていう話はあると思いますが、うん、まあでももうちょっと考え、中,中期で考えると、はい、やっぱ保守強硬派が7割以上、 いうとなると、うん、まあこれからアメリカとの関係どうするのか、はい、うんまあその辺あたりが焦点ですね。うん、えー、今日のキーワード、イラン議会選挙でした。OK, cozy up. 時刻は7時35分です。 メールやツイッター様々いただいております。こちら、うん、墨田区のラジオネーム、カズジージさん。うん、自営で町工場やってます。景気悪いです。2>, うん、2月末までに消費税を納税しなければならないんですが、これやりくりが大変ですよ、うん。消費税の増税とコロナウイルスダブルパンチですと。いや、ほんと。ねえ。町、あのー、これですよ。まず増税がやっぱり聞きましたよね。 え、十0 12、6.3でしょマイナス。はい、マイナス、ええ、年率換算で6.3。うーん、6.3って、まあだからこれからさらに、新型コロナウイルスの話があるので。はい。まあダブルパンチおっしゃる通りです。えー、えー。あの、この後お知らせいってらっしゃいを挟んで、はい、この経済への影響というのも、えー、じっくり解説いただこうと思っております。えー、はい、ご意見、c 用絶対工事アットマーク 1242.com です。さあ、この後は新業一課のいってらっしゃい。今週のテーマは、ジグソーパズルです。 え時刻7時44分です。お送りしております日本放送飯田浩事の OK 工事アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田浩事と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト長谷川幸宏さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを、スクープアップ 日銀の黒田総裁が新型コロナウイルスの影響について現時点での見解を示す。サウジアラビアで開催されていた G20、主要20カ国のえ財務省中央銀行総裁会議に出席していた日銀の黒田総裁は共同記者会見の中で、新型コロナウイルスの問題が日本の経済や物価、そしてえ金融市場に与える影響について最大限注意を払っていくとしながらも、 現時点で金融政策面からの対応について具体的に議論する段階にはないと考えているが、必要があれば躊躇なく追加的措置を講じる考えだと述べました。 まあこれ、ただ、そのね、日本経済の順調に回復しているという、緩やかに回復している政府の見解ですよね。はい、そこからちょっとボケてるんだけど、<laughs> いやいやいや、なんか厚労省だけじゃなく、日本銀行もちょっとボケてるなと思いますね。だってさ、どう考えたってね、はい、この新型ウイルス、コロナ、コロナウイルスで、はい えー、経済がこれから下向きになっていくよねと。それどころじゃなく、景気交代はもう確実でしょう、おそらく。えーえー、だって、まあ景気交代はなんで言うかと言えば、二、はい、四半期連続で、ええー。あのー、ま、ま、前期比マイナスの場合が景気交代という、まあ世界的な定義ですけど、はい。もう1十二2月期は 6. 点先ほど申し上げたように、6. 3マイナスでしょ。はい。で、それに今度の新型コロナウイルスが加わるんで、はい、また次の一三今走ってる1、3月期も、 So... <laughs> マイナスですから、マイナスはもう確実でしょうから。だろうと言われてますね。であれば、まあ景気後退ですよ、そんなことは別に日本銀行の専門家は考えなくたって、ニュース見てるだけでも分かるんで、そういう時に現時点でですよ、金融政策の対応について具体的に議論する段階にないと、これはちょっとボケてるとしか言いようがないね、私に言わせれば。まあ予防的にでもいいから、具体的に議論はしといてほしいよ当然ですよね、そんなことは。普通の会社だったら ね、ほらあったじゃないあのどっかの,、ね、リ,スの,のリスナーの皆さんから、はい、増税で大変なのにコロナウイルスダブルパンチだこれが普通の感覚ですよカズさん、うん、住みたくの方 にもかかわらず、日銀の総裁がこんなことを言ってるようでは、これ、本当にだめだなと、<laughs> どうしちゃったんだろうとぐらいに思いますね、<laughs> まあ、さっき言った月齢経済報告も緩、はい、やかな回復続けて、そんなわけないだろうと、ま、うん、まあ思います、ね、なんでこの表現なんですかって聞くと、もうなんか一時的な影響だからねって、うん、コロナもそうだし、消費税もそうだしって、いや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 、だから、まあ、高橋雄一さんなんかね、もうこの番組も出てらっしゃるって言ってると思うけど、 今回の事態、これはもう2008年のリーマンショック、私、リーマンショックを上回るんじゃないかぐらいに思ってますけどね、<ー>だってサプライチェーンの寸断なんて、うん、ことを考えれば、リーマンショックいなかった話だから。うん そうですよね。うん、あの、ラジオネーム、富山県富山市の鉄道マニアさん。はいはい、えー、この方も、これ、リーマンショックよりも最悪になるんじゃないでか。そう,そうそう、<と>私もそういうふうに思いますね。ヨーロッパ経済、株価大暴落、日本経済もマイナス成長だろうと思うし、うん、と。ね、えー、先ほど閉まったばかりのニューヨークのダウ平均株価も、はい、前の人を比べて、1000飛び31ドル61セント安。そうそう。 これが今日の、今朝の最大のニュースで、はい。ま、9時からですから、ま、あと1時間ちょっとありますけど、日本の株が開くのに、はい。もう、あの、先物はい。日経平均の先物は1000円以上下がっていて、ま、日経平均のね、あの、先週末の終値と比べると1000円以上のマイナスで取引されてるということですね。今日はだからどこまで下がるかっていう、今日はマーケットが、ここが最大のニュースですよ、おそらくね。そうなります これ、1000以上は下がるんじゃないんですか。うーんえー <laughs> 要するにつまり、世界の投資家がいよいよこの新型コロナウイルスの影響が世界的に及ぶんだと、はい、いやそうなんですよね、うん、先週、あのうん、エコノミストたちとちょっと話をしたことがあるんですけど、そうすると本社なんか、まあ、その外資系のエコノミストなんですけどね、はい、本社が見てるのは、やっぱりアジア圏、特に日本と中国だけの影響でこれ、とどまるんじゃないかってあの当時の見立てだったんですよ、うんうん、ところがイタリアでこれだけ死亡者が出てきた、感染者も相当出てきた、うん、これは日本、アジアだけじゃないぞって、うんうん 尻に火がついたんですよね。うん、それが昨日の株式市場ですよね。平均ね,ね、ニューヨークだよね。うんはい、で,でもいずれに以前日本と中国が中心、はい、<で>まあ変わりはないっないであることには違いないわけですから、えーはい、まあ中国はもう当然として、うんに、今日は日経平均がまあ世界的にも最 こうに注目されるこういう意味では、こいいまあ、ヨーロッパの市場がこれだけ下げて、うんえー、ニューヨークも下げた、えー、そうするとアジアで止めなかったら、えー、この株安が連鎖して続いていってしまうと。えーえー だから、この黒田総裁、まあ、時間はちょっとずれてたのかもしれないけど、はい、にもかかわらず、この具体的に議論する段階にこれ、本当にボケてるなと、うん、どうしちゃったんだろう、黒田さんと、ぐいに私は思うな。G20 全体としては、確か声明の中では、コロナウイルスのリスクも鑑みて、うん、あらゆる政策を最大限導入するんだと、うんうん、金融も財政も何も全部やると。うんうん ただね、ね麻生大臣ね、はい、ここ言ってたんだけど、麻生さんはね、ええ、この中国についてね、中国の出してる数字もよくわからないところがあると不透明感を強調したと。まあ、ういうふうに喋っておられるので、はいえー、中国については、これは相当深刻だぞ。 っていうことなんでしょう。で、さっきもちらっと言いましたけど、要するに今のせ、特に自動車を含め、製造業は中国からの部品を輸入して、それをどっかで組み立てる。というパターンでいるんだけど、うん、その部品自体がまあ届かおっている。中国国内でのサプライズチェーンも寸断されてると。はい。となるとね、これは相当大きな影響。うん、今までかつて経験したことがないぐらいの。 悪材料が累積してるっていうふうに見ていいと思いますけどね、はい、いやリーマンショックとの,、えー、あの対応の話でいうと、リーマンショック並みの経済の落ち込みがあった上に、うん、こに、サプライチェーンの寸断というと、それこそ東日本大震災とかそうそう熊本の地震のようなことも合わせて起こってきてるという可能性がありますよね。うんうん まあ、だからす、すでに東日本大震災はもう超えてるんじゃないか、ぐらいにまあ思いますね。うんうん、まあ私たち消費者のレベルで言うと、はい、もう何より、ええ マスクはどこに行ったんだよと。そうですね。これを言いたいね。だってさ、うん、菅長官、官房長官、17日の週で1億枚供給するから、はい、17日の週にはもうだいほぼ行き渡るはずだっていう見通しでしょ、うん、今日何日 ?25 日でしょ<日>あれから1週間経ってるのにまだないよ。練馬区のラジオネーム、スミルさん。<laughs> マスクはないしね。ないよね。どうですか、うん、皆さんさ、見つかった私ないんだけど。見つからないんだけど。 頭から消えてるがしかも東京だけじゃなく、えー、私は相変わらず全国行ってるんですけど、あなるほどいろんなところ行ってもね、えー、ない。ああ、地方でもういいい。 なんか話聞いたら、それこそあのバングラデスとか、いう,こう東南アジア、南アジアの方のこうの縫製工場とかあるじゃないですか、そういうところを転用して、布マスクを今作って、ガンガン日本に送らせようとしてるんだっていう話を聞きましたねなるほど、ええ、まあでも、そんな1週間、10日先の話でなく、まあそう、ですね、まあ、だとね後日まあ今週中ぐらいには、並んでだからさっきの専門家会議もさ、人混み避けろとかね。ええ 言われてもさ、はい、まずマスクはどうしてくれるんだよと、うそういうところをねちゃんと言って、つまりやってることはね全然普通の人の国民に心に響かないようなことばっかりがなんか政府から発信、まあ、今,今で言えば日銀だけど、はい、そのニュースで言えば、えー、政府、日銀が発信してる情報がですね、全然心に響かないなっていうレイベイさん、ツイッターでいただきました、えー、国民と国との間に意識の差があると思います本当にそう、そこだよ。うん 最大のニュースは国は思うほどウイルスは大したことないというスタンスで、うん、一方で国民は分からないから不安と不満が募ります、うんうん、不安を解消するような姿を見せることができない政権は中国同様、保守発信しないですよねいやいやいや、もう全くそうだから支持率下がるのも当然なんですようん、うん、さっきやってた FNN、はい、30%台,よ台でしょ支支持率と不支持,支持と不支持が逆転しましたままたあそれも当然だなと思いますね。だって な,なんかこう響かないずれたことを言ってるはい。本当に終始してますよね今日のスクープアップ、えー、日銀の黒田総裁の見解からまあこの新型コロナウイルスへの対応についてのお話いただきました、はいえー、このコーナー含めポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください <music> お送りしてまいりました。オッケー、工事アップ、お別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい。ビッグカメラから、大日工業ハイブリッド加湿器、お一人の方にプレゼントです。相模原市の三浦由美さん、ご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。<laughs> 明日のコメンテーターは、数量政策学者の高橋洋一さんです。 えー、そして今日のザ「ザフォーカス夕方6時から、えー、コメンテーターは中央大学法科大学院教授の野村修也さん登場となります、こちらもおきください、えー、今朝はジャーナリスト長谷川幸男さんとお送りしてまいりました、長谷川さんありがとうございましたありがとうございろいろな影響が出ていて海外からの目線というのも感じるメールをいただきました、匿名で横浜ママさんから。 うちの娘が行っている国際化の高校ではアメリカ、ドイツ、台湾など留学もしな、えー、あるんですけれども、うん、コロナウイルスのため中止となってしまいました、うん、うちの娘には留学の予定はありませんでしたが留学したいがためにこの高校を選んだ生徒も多くとても残念なことだけどね、はい、あの中国も日本も韓国も,、うん、も欧米から見ると、うん、みんなアジア人が同じように見えて。はい それでだからもうアジア人に近づくなみたいなこともまで言われていると、えー、まあこれはとっても残念だけど、えー、やっぱりここでねぜひ政権にはあの抜本的な対策を打ち出してもらいたいなと思う。うんえー えー、ツイッターでいただきました IDC18 番、和田さん流行のピークを探るためには小中高校の春休み前倒し休校、うんえー、大学はもうすでに春休み中と、うんえー、企業の休業やイベントの自粛要請なども視野に入れる必要がありますが、うん、国がそこまで踏み込めるかどうか、うん、どちらにも踏み込めないお任せ方針では結局これも無力化されてしまう気がします。うんうん、役人任せではダメだね あうん、結局イベントに関する発表って先週末にありましたけれども、うん、基本的にはあの主催者にお任せしますっていう、ねうん、そうそうそうあれも責任逃れだよね、うん、加藤さんち,ちゃんとしてもらいたいなしっかり加藤勝信厚生労働大臣、うん、そうそう、うんうん、と思います、はいえー、ということでこの時間の相手日本放送飯田浩二と長谷川と新一でしたお昼の日本放送このはとは「柿た正しあなたとハッピー」です この後は、書きただしあなたとハッピー